もうた、あっ、あっ。Seeking music, Seeking TV, Walk to you。 はい、皆さんこんにちは。Seeking TV の Seeking です。皆さん、焼肉好きな人多いんじゃないでしょうか。そう、これからね、バーベキューなんかやりやすい季節ですよね。で、Seeking TV でも数々こう焼肉の動画やってきたと思うんですけど、今日はね、また一風変わった焼肉をやりたいと思います。それがこちら、じゃじゃん、水晶プレートで焼肉。はい、こちらご覧ください。ただのガラスじゃないんですよ、水晶なんですよ。まあ、見ての通りね、すごい透き通ってるからわかると思うんですけど、ほらこんな感じでちょっと中にこう模様が入ってますよね。これが水晶プレートなんですね。で、この上で焼肉やると非常に美味しくできるらしいんですよ。で、これ横から見ると、はい、結構分厚いんだよね。まあなんか綺麗ですよね。うん、で、重さはね、まあまあ重いね、ずっしりしてます。で、この水晶プレート何がいいかっていうと、石とかよりも遠赤外線が豊富らしいんですよね。で、それでジューシーにふっくら焼き上がるということなんですよ。ちなみにお値段はこれ1枚1万円です。なかなかいい値段ですね。なんですけど、まあ人工か天然かはちょっと分かりません。まあね、でも水晶は水晶なので、早速使ってみましょう。ちなみにこれ水晶プレートとこのスタンドも付いて1万円でしたね。使い方としてはこのスタンドの上にこれを置くってことだよね。こういう感じですね、きっと。で、よく見るとこれね、まっすぐじゃなくてちょっと傾斜になってるんですよ。こういう風に傾いてて油が流れるようになってるんですよね。はい、今ガスコンロの上にセットしてみたんですけど、まあこの上でね、肉を焼くということで、こう油が垂れてきたらこのお皿の上に落ちるみたいな、そういうイメージですね。それでもってこちら、今日お肉と野菜を用意しました。果たしてこれが美味しく焼けるのかどうか、やっていきましょう。じゃあね、肉をちょっとセットしていきます。はい、こんな感じかな。はい、お肉セット完了しました。果たして焼けるんでしょうか。いきます。ほい。はい、今火を点火しました。なんかいきなり強火とかにするとね、パレーとかで割れそうで怖いから、ちょっと弱火でいこう。なんか透明なこうプレートの上で焼くってのも不思議な感じですよね。焼けんのかなこれ。で、今ね、この辺端っこちょっと野菜も乗せてみました。はい、この辺ご覧ください。ちょっとグツグツいってますよね。ほらほらほら、徐々に温まってきたかな。これ今裏側から見てるんですけど、ちょっと焼け具合が見れるんですよね。これが透明なやつのいいとこですね。どうかな。お、焼けてきてる、焼けてきてる。お、いいじゃん、結構すぐ焼けるねこれ。大きいやつ、おー、いいかもしれない。すごいねこれ。まあ、ちょっと端っこの方はやっぱり時間がかかりますね。うん、この辺も OK じゃない。うん、 OKOK、 じゃあちょっと端を変えて、これもういいでしょう。はいはい、非常にいい感じで焼けております。はい、じゃあこれね、こうタレにつけて、はーい、おいしそう。じゃあね、焼きたていただきます。うめえうめえ、これうまっ。すごいふっくらしてるけど、しかも油がね、垂れていってますね。ほら、こっからね、油が垂れてくるんですよ。もうた、あっ、あっ、あはい、もう一気に焼けてきてるんで、どんどん食べましょう。あー、おいしい。あの、ちょっとね、今焦げ目つきすぎたかなと思ったんですけど、それでも結構柔らかいです。ふっくら柔らかくジューシーに仕上がってますね。まあこれ結構いいお肉使ってるので、まあ、だいぶレアでもいけると思うんですけど、僕はね、どっちかっていうとよく焼いてた方が好きなんで。うわ、もうこれ十分いいでしょ。もうやべやべやべやっはい、こんな感じでね、野菜に挟んで食べるなんていいですよね、これね。柔らかい柔らかい、すごく美味しい。このね、野菜がいいね、またね、うまい。すいませんね、飯テロで。失礼いたします。やっぱりバランスよく野菜も食べないと。あー、美味しい。ちなみにこれ1枚500円です。かなりいい肉ですよ、これは。おっ、レベル違え、これ柔らかい。まあこのプレートのおかげもあるんだけど、やっぱり肉いい
水晶ですよ、これはきっと水晶でしょ。うん、すげえ柔らかいな、これ。おぉ、なんてことは水晶パワー。火を止めても5分以上経つと思うんですけど、まだずーっとジュージュー言ってるんですよ。これが遠赤外線効果なんでしょうか。まあちょっと詳しくわかんないけど、よく焼けてますね、本当に。あのね、本当にこれだとちょっと焦げてる感じに見えるじゃないですか。これでもめちゃくちゃ柔らかい。うん、まあ肉がいいってのもありますよ。これ1枚500円だから。まあ肉も重要だけど、でも、まあふっくら焼けるんでしょうね。それからこれ、ほら、これ油なんですけど、すごい溜まってるんですよ。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。実際使ってみての感想なんですけど、まずお肉、ふっくら仕上がります。で、それから油が横に落ちるのがいいですよね。で、油がここに落ちることによって、網だったらこう煙とか出るじゃないですか、どうしても。それが一切ないんですよ。室内にすごい適してるなと思いました。あとは、片付けなんですけど、洗い物これ簡単ですよね。お皿みたいにこうそのままシンクのとこ持ってって、バーって洗剤つけて洗っちゃえばもう簡単。ちょっと実際に洗ってみたいと思います。まずはじゃあ洗剤をこうかけて、で、こう水をちょっと出しながらね、で、こうたわしとかでこうさーっと、はい、元通り。はい、ということなんですが、まあ豪快にね、焼きたいって人にはあまり向かないかと思うんですけど、なんかあの透明なプレートの上で焼くっていうのはまた上品ですね。綺麗にやりたいっていう方はいいかもしれません。それではまた次回の世間 TV でお会いしましょう。 See you next time。Everything's gonna be alright.